声優ラジオの裏表最終回第12話、夕日と休みは突き抜けたいっていきたいと思います。はぁ、とうとう終わっちゃう、最終回だ。今ね、そのファントムのその収録現場にこういう気持ちで行くぞっていう感じで終わってるから、どういう風になるのかな最後。いや、多分決めてくれると思うんだけどな。じゃあ楽しみなので早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。 Twitter もやっておりますのでフォローお待ちしております。よろしくお願いします。どうなっかな。よし、じゃあ行こうか。はい、それでは、ABEMA TV で再生していきます。3、2、1、スタート。いいねえ、こういうのだよ、こういうのだよ。かっこいいなって言ったな今。いいねえ。でもこれどういうふうに締める？かっこいいなから、これが私だって言い返したらいいよな、最後の方で。これでどうよみたいな、言ってほしいまである。言わなくてもいい、言わなくてもいいけど、言ったらなおよい、良いぐらい。おもれー、最後なんだよなマジで。終わるんだよな、綺麗に決めてほしい。ファントムの現場でこれが私だをやってくれるはずだ。本編開始。大事、夕日と休み、突き抜けたい。ほう、なるほど。めっちゃいいじゃん。
くれてんじゃん。あら、いいじゃない。おお、いいぞ。え、なんで？あらー、ベテランたちが良すぎ良すぎ。
わー、どう、悔しいか。オッケー。認めてもらいたい。認めてもらえたじゃん。うわー、いい、これすげえ。ああ、マジでいい。してんな。違う、良すぎたんだよ。だからこそいいんだよ。自覚してねえんだよ。いいね。いいね。だよ。なんだ。スペシャルウィークか。恥ずかしいよな。一番やりづらそうだな。
ファントムの収録なんすよね。顔がいいがいっちゃん最初に来るんだな。あら、いいじゃない。何も書いてない。ふりかけか。おろ、どうした？だろうな。いいそうだよ。胸がお、胸がお、なんだろうな、胸がお。ああ、なるほど。初めてのイベントか。あら、いいじゃない。大丈夫、超えてくんだよ。オンエア。まあ、金田だ。オタクくん。あ、聞いてる。マネージャー陣。聞いてる。あ、聞いてる。あ、聞いてる。指先。さて、
ちょっと待って。音が出そう。言いたかねえんだろうな。やばい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 、取れたか、 OK。 いいね、止まんない。おー、終わっちゃったー、終わっちゃったー。いやー、いい話だったよ。いいね、おもろかったな、好きだったわ。友達にはなれないけどライバルってめちゃくちゃいい言葉だな、あれ。いやー、いいな。でもあのラジオ終わってから何をあんたさっきのみたいなの多分言うんだろうな。だけどお互い本心で言ってるから。いやマジでよかったな。いやーよかった、とーてもいい。よかったなぁ。しかもそのファントムの最終回じゃないんだ。最終回じゃなくて、あの一番の山場のところに持ってくるっていうのでさ。しかもそれをちゃんとやって、お互いにもすごいし、先輩からも声かけられるし。うわぁ、いい最終回だったなあれもあったじゃん。いつかあんたを超えてみせるからっていう。あれがまた聞けたのがよかったね。すげえよかった。よすぎ。ほんとに。よかったな。マジほんと、あの、第1話の放送のタイミングがやばかっただけ。第1話の放送のタイミングがやばかっただけなんだよ。でももうほんと、それ以降に関してはもうほんと何にも関係ないよ。ドヤコンが騒ぎなんか関係ないぐらい、マジでよかった。すげえいい、超好き、泣いちゃったわ。いやーよかったな、突き抜けろ、今後もお前たちならできる、応援するぞ。いや今もどこかで夕日と休みはしっかりお互いに切磋琢磨し合いながらやってるんですよ。いや、いいね。あ、とてもよかった。あ、素晴らしい。よかった。満足。終わり。もしこの動画よかったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。Twitter もやっておりますので、フォローお待ちしておりますが、概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、声優ラジオの裏表、最終回、第10話、夕日と休みは突き抜けたい。でした。ありがとうございました。